韓国銀行、中央銀行は11日、新型コロナウイルスのパンデミック、世界的大流行からの回復に伴い、消費者物価の上昇が予想以上のペースで加速する可能性があるとの見解を示した。韓国中銀は、金融政策報告書で、現在実施されているワクチン接種に伴い経済活動が正常化し、繰延べ需要が出てくるにつれて、インフレが一時的に加速する可能性があると指摘した。韓国統計局が発表した2月の消費者物価指数 CPI は、内需の改善や国際原油価格の上昇などを背景に13ヶ月ぶりの高い伸びを記録。国内経済が徐々に回復していることが改めて示された。韓国中銀は2月の政策決定会合で政策金利を過去最低の 0.50% に据え置く一方、今年のインフレ率見通しを従来の 1.0% から 1.3% に引き上げた。国内の長期債利回りを注視し、一段と不安定になれば適切な措置を講じるとも表明した。